介護助手というお仕事を知っていますか？介護助手とは、介護職員をサポートするスタッフのことです。具体的には、掃除、配膳、見守りなどの業務を担っていただきます。介護の周辺業務を担ってもらうことで、介護福祉士などの介護職員が本来の介護業務に専念できるようになります。香川県では、より専門性の高い業務を担う介護職の職務になるべく専念できるように、介護資格を持つ現場職員の負担を軽くして、深刻な人手不足の緩和や介護サービスの質の向上につなげる観点から、介護助手の活用をさらに広げていきたい考えを持っています。介護助手とは、介護福祉士らが専門的業務に専念できるようにサポートしていくスタッフのことです。高橋さんと須山さんの1日のスケジュールは、おおむねご覧の通りです。介護助手の導入は、業務の明確化と役割分担を行い、周辺業務を介護助手に担ってもらうことで、介護職員が介護業務に専念できること、介護職員の負担軽減を図ること、介護現場の生産性を向上させることが目的です。職員の皆さんの業務負担が軽減されることで、気持ちに余裕が生まれ、丁寧な介護、サービスの充実、実現につながるものだと考えられています。実際に導入された事業者の声を聞いてみましょう。すっごく助かってますね。本当にもう一度採用したらもう手放せないです。それまで周辺業務がすごく忙しくて、介護の方で実力を発揮できなかったりしたんですが、介護助手の方がその周辺業務を担ってくれることによって、有資格者の方であったり、介護職の方がより専門性の高いことができるようになりました。今までそういう制度がなかったので、もうシーツ交換から身の回りの掃除とか、もうほとんど全部を介護士がしてたので、はい、すごく助かってます、はい、利用者さん抱えてる悩みとかちょっと問題とかをなかなか周辺業務やりながらって見つけることができてなかったとこもあると思うんですけど、そういうことを介護助手さんがしてくれることによって、実際スタッフ、現場のスタッフができるようになったと思うので、でそういった情報共有もスタッフ間でしっかりできるようになってきたと思うので、その辺はすごく変わったと思いますね。介護助手ってお仕事を実際やってみていかがですか？ああ、なんとかいけるかなと思って、だけそんなに違和感なかったね、半日の仕事なので、毎日する業務が決まっておりますので、そのあたりは別に支障はなかったです。だから何も分からずにここ来て、今ずっとここで続いてるということは、良かったんかなって、そうですね、年齢関係ないんじゃないかしら、してあげたい、ね、なんかこう嬉しいですよ、やりがいがあるから、やめられんからどうしようかと思うんです。どうしよう。僕はあんまり欲張りすぎてもいけないと思うんですよ。ただ今どうしても若い人たちが忙しくて手が出てないところをね、埋めるいう感じで売られた方がスムーズにいくと思います。介護サービスを受ける利用者の方には、丁寧な介護を受けることができる、ニーズに応じた介護を受けることができるという利点があり、介護助手になる方にとってはライフスタイルに合わせた働き方ができる、介護職員へステップアップしやすい、元気シニアの方にとっては就労することで身体機能の維持や認知症の予防にプラスになるという研究結果もあり、健康維持につながる、
意欲があっても就労機会がない方にとっての就労の場所となるというメリットがあります。一方、介護サービスの事業所にとっても職場環境の改善、介護現場の生産性向上につながる、働き方改革の推進により職場の満足の向上・定着で介護人材の確保につながる、地域貢献に寄与することができる、また介護職員の方には過度な業務集中を緩和、労働時間削減など業務負担の軽減につながる、専門性を生かした介護の実践範囲が広がり、業務の見直し、質の向上を目指す機会が増えます。つまり、介護助手という業務を担ってくださる方の存在は、介護サービス利用者、介護助手、介護サービス事業所、介護職員、それぞれに力がプラスに働いて、三方よしから五方よしの関係を作ります。香川県では、介護助手制度を導入したい事業所に、制度導入や介護助手募集、コンサルティングなどの支援を行っています。介護助手の方が活躍することで、介護現場の生産性が上がり、専門業務に従事する介護職員の方も、よりやりがいや誇りを持って働けるようになることが期待できます。介護助手導入支援事業に関心をお持ちの事業者の方は、ぜひ一度、香川県福祉人材センターまでお問い合わせください。